皆さんおはようございます。市民クラブの中村のり子です。通告に従って質問させていただきますが、昨年12月議会で朝の児童の預かりについて質問させていただきました。今年度より小学校6校で実施が開始されるとのこと、広報松戸には本郷谷市長より小1の壁として取り上げていただき、市長ありがとうございました。市長をはじめ執行部の方に重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。それでは質問させていただきます。質問事項1、東松戸周辺地区のさらなる発展について、3月定例会にて我が会派の市川議員より北千葉道路周辺のまちづくりについて代表質問をさせていただき、北総線3駅周辺エリアでは経済の活性化や雇用の創出、駅周辺にふさわしい都市基盤の整備や生活環境の充実などを目指していきたいとの答弁をいただきました。北総線3駅の中でも JR 武蔵野線と北総線が交差する東松戸駅周辺では平成28年に都市区画整理事業が完了し、人口も増加傾向にあるものの、駅周辺の商業機能の集積はなかなか進んでいない現状があります。このような現状を受け、市として東松戸駅周辺のまちづくりについてどのような考えをお持ちでしょうか。質問事項に括弧1、おむつのサブスクについてお伺いします。紙おむつを保育園へお届けするおむつのサブスクは、紙おむつを保育施設へ直接お届けする月額定額制のサブスクサービスで、今まで保育士の皆様が園児ごとに管理していたおむつはサイズを選んで履かせるだけになり、おむつを事前購入し記名して持参していた保護者の当園児の負担も軽減できるサービスです。保育園に持参するおむつに関しては、毎回おむつに自分の子どもの名前を記載して持っていき、保育士の皆様も名前のついたおむつをそれぞれの子どもたちに分け着用させないといけないという手間があります。現在千葉県では浦安市、君津市、八街市、白石で導入されており、保護者の方からは枚数制限がないため、おむつの枚数を気にしないでよくなった、名前を記入する手間や持ち運びの煩わしさがなくなったなど、非常に便利なサービスというお声が多いとのことです。松戸市でもおむつのサブスクの導入を考えてみてはどうかと思いますが、市の考えをお聞かせください。次に質問事項2の括弧2、停滞従事にも対応した母子手帳の導入について、先日医療的ケア児への対応についての勉強会に参加した際、停滞従事の母子手帳についてのお話がありましたので質問させていただきます。昨年10月に日医総研母子健康手帳フォーラムが日本医師会館昇降堂で開催され、通常の母子健康手帳では記載が難しい低出生体重児のためのリトルベビーハンドブックの取り組みの現状と展望について議論されました。1948年に世界で初めて作成された日本の母子健康手帳は、現在では50を超える国や地域に普及されています。我が国では出生数が年々減少する中において、約1割弱は低出生体重児である傾向が続いているとし、低出生体重児の成長発達記録に特化したリトルベビーハンドブックの意義を強調されました。現在千葉県ではおおむね1500グラム未満で出生したお子さんとそのご家族の思いに寄り添った支援をするために、千葉リトルベビーハンドブックの配布が昨年9月よりスタートしましたが、松戸市としては低体重児で生まれたご家族に現在どのような対応をしているでしょうか。また千葉リトルベビーハンドブックのような冊子を松戸市独自で配布するお考えはあるでしょうか。最後に質問事項3、働き方改革について、保育所及び小中学校におけるマザーズルームの導入についてお伺いします。皆様マザーズルームご存知でしょうか。私は先の広報委員会の視察で東浦町を視察した際に、議会頼りにマザーズルームの記事があり、恥ずかしながらその時初めてマザーズルームのことを知り、他の自治体の導入事例などを調べてみました。
現在文部科学省では教職員の働き方改革を進めており、公立学校教材組合においても教職員の働き方改革などのための職場環境整備の支援を目的としたマザーズルーム等設置支援事業を調査研究事業として実施しています。このマザーズルームは産休や育休明けの教職員のための休憩搾乳スペースの機能のほか、一般の教職員も休憩などに使用できるスペースとして活用されています。現在千葉県では昨年12月に君津市に導入されており、問い合わせてみたところ、育休が終わっても母乳は出続けるので、このような場所があるととても助かると好評とのお話でした。職員の中には搾乳する場所がないため、トイレで搾乳している職員も少なくなく、働き方改革の課題の一つと考えます。現在松戸市内では休憩室は設けていると思いますが、出入りは自由のため、そこで搾乳をしたり生理などで具合が悪い職員はゆったりと休憩をすることができないと思います。松戸市でもマザーズルームを設置し、保育所および教育現場での労働環境の見直しが必要と思いますが、市の考えを教えてください。以上、ご答弁よろしくお願いいたします。質問事項1、東松戸周辺地区のさらなる発展について答弁申し上げます。東松戸駅周辺につきましては、令和4年4月に改定いたしました都市計画マスタープランにおきましても、新松戸駅、新矢柱駅、矢柱駅と並び交流拠点として位置づけており、交通利便性の高さを生かして新たな都市機能の誘導や良好な景観づくりなどにより広域性、主客性の高い都市機能が集積する交流拠点の形成を図るものとしております。また当該地区の 南側には外環道路と成田空港を結ぶ北千葉道路が計画されており、その整備効果といたしましては、交通環境の改善のみならず地域間の交流連携、災害時における緊急輸送ネットワークの強化、国際競争力の強化、商工業の振興など地域の活性化に寄与されることが期待されているところでございます。こうした背景からも東松戸駅周辺はさまざまなポテンシャルを秘めた地区であると認識しているところでございますが、議員ご案内とおり、商業機能をはじめ駅周辺の都市機能の集積は進んでいない状況も見受けられます。いずれにいたしましても、東松戸駅周辺を含む北千葉道路沿線地域の活性化は本市がさらなる発展を成し遂げていく上で重要不可欠であり、当該道路の整備を千載一遇の機会と捉え、その効果を市全体に波及させることで本市のさらなる成長へつなげていくことが重要であると考えております。以上、答弁といたします。質問事項の2および3について順次答弁申し上げます。はじめに質問事項1、子育て政策についての質問用紙1、おむつのサブスクについてでございますが、おむつのサブスクリプション、いわゆるサブスクの導入につきましては、議員ご案内のとおり、保護者の負担軽減につながることから、本市といたしましても、これまで公立保育所への導入について検討を行ってきたところでございます。保育所におけるおむつのサブスクを導入している先進自治体に聞き取りを行ったところ、保護者からの評価として、朝の忙しい時間帯に余裕ができた、子どもと触れ合う時間が増えたなどといったご意見があったとのことであり、保護者の負担軽減に加え、お子様の成長にも好影響を及ぼすことが期待できるとのことでございました。しかしながら一方で、おむつのサブスクを利用することにより、業者から提供されるおむつが特定のメーカーに限定されることから、おむつのフィット感や素材感などがお子様に合わないことで利用を躊躇されるご家庭があることのほか、夏休み期間や体調不良などによって登園日数が少ない月があった場合、定額制であることから費用面が割高となってしまい、それらの要因から利用率が伸び悩んでいる実態もあるとのことでございました。また保育所内の管理運用面に関しましても、
サブスクを利用するご家庭と利用しないご家庭が混在することで、保育士の業務が煩雑化してしまうといった課題があることについても確認ができたところでございます。今後もこれらの課題を総合的に検証するとともに、保護者や関係者の方々のご意見を伺いながら、おむつのサブスクの導入について引き続き調査研究を進めてまいります。また保育所の運用面における保護者の皆様の負担軽減を図ることができるサービスにつきましても検討を進めてまいりたいと考えております。次に質問用紙括弧に、低体重児にも対応した母子手帳の導入について答弁申し上げます。本市におきましては、低出生体重児が生まれたご家族に対し、令和5年9月より議員ご案内の千葉県が作成した千葉リトルベビーハンドブックを配布しております。本ハンドブックは、家族が抱える不安を少しでも解消できるよう、先輩ママやサポートに関わる専門家からのメッセージやアドバイスなどが掲載され、家族の思いに寄り添った内容となっています。さらに低体重の子どもが生まれた時からの身長や体重の記録に加え、成長や発達の歩みも記載できるものとなっています。また国の研究事業で作成された低出生体重児保健指導マニュアル等に基づき、保健師や助産師による家庭訪問や面接等を行い、育児の不安を傾聴し、発育、発達、授乳、予防接種、感染予防等について情報提供を行うとともに、育児への負担感が強くないかなど、保護者の体や心の状態に寄り添いながら支援しているところでございます。千葉リトルベビーハンドブックは、千葉県内の医療機関や市町村等の意見が反映され作成された冊子でございますことから、本市におきましては引き続き当該冊子を活用した啓発に努め、低出生体重児を持つご家族に寄り添い、安心して子育てができるよう支援に尽力してまいります。次に質問事項3、働き方改革についてのうち、保育所におけるマザーズルームの導入について答弁申し上げます。はじめに現状でございますが、本市の公立保育所におきましては、保育所ごとに職員が休憩時に利用できる休憩室を確保はしているものの、マザーズルームとして専用のスペースを整備するには至っていない状況でございます。公立保育所の職員につきましては、育児休業制度を活用するケースが多く、搾乳を必要とする時期に復帰している職員が少なかったことから、これまではマザーズルームに対するニーズが顕在化してこなかったものと考えております。しかしながら、子育てをしながら働く保育士を支援し、働きやすい環境を作る必要性については十分に認識しておりますことから、今後の改善に向け、育児休業明けの職員をはじめとする保育所の職員に対し、ニーズを把握するための調査を実施したいと考えております。現状の公立保育所ではスペースをフルに活用しておりますことから、新たに専用の場所を確保することが困難な場合もございますが、休憩室内をパーテーションやカーテンなどで仕切ることや、休憩室をマザーズルーム専用とする時間帯を設けることにより、マザーズルームを兼ねることが可能となる運用の方法についても併せて検討してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。質問事項3、働き方改革についてのうち、小中学校におけるマザーズルームの導入について答弁いたします。私立小中学校におきましては、教職員の安全衛生の観点から、働きやすい労働環境づくりを進めており、その一環として各学校の実態に合わせ、休憩室、更衣室などの整備を行っております。また現在マザーズルームとしての設置はしておりませんが、産前休暇、育児休暇明けや具合の優れない教職員には個別の対応が必要であると十分認識しており、それぞれの状況や困り感に寄り添い、休憩室や更衣室を工夫して活用しているところでございます。さらに保健室においても、状況に応じて教職員への対応を行っており、
個別で使用できるようパーテーションやカーテンで区切るなど、プライバシーに配慮した環境整備を図っております。議員ご案内のとおり、学校現場を支えている教職員が出産後においても安心して職場復帰ができる環境を整えることは重要であると考えております。引き続き学校が進める安全衛生の取り組みに関わる要望に対応していくとともに、他市の事例なども参考にしながらその運用形態について検討してまいります。以上、答弁といたします。それぞれにご答弁ありがとうございました。順番前後しますが、それぞれ要望を述べさせていただきます。質問事項1、東松戸周辺地区のさらなる発展について。東松戸地域は JR 武蔵野線と北総線のターミナル駅であり、東松戸駅は成田、羽田両空港から1本、東京スカイツリー、ディズニーランド、幕張へはそれぞれ直通で行くことができ、2つ先の南流山駅からは浅草、秋葉原駅にも出やすい立地です。さらににぎわいのある飲食店とホテルなど宿泊施設の融合した商業施設や子育て児童関連施設などができれば、森のホールや21世紀の森と広場の利用者だけではなく、成田空港や羽田空港に降り立つ内外リピーター観光客に、東京と成田の中間にある穴場エリアとして滞在してもらうことが可能ではないでしょうか。ご答弁では、東松戸周辺を含む北千葉道路地域の活性化は本市がさらなる発展を成し遂げていく上で重要不可欠である旨のご答弁でした。そこでまずは東松戸駅周辺の条例を見直しをするなどを含め、早急に対応して検討していただくことを要望いたします。次に質問事項2の括弧に、停滞従事に対する母子手帳の導入について。松戸市での今の現状が分かりました。低出生体重児を持つ親の不安はという朝日新聞のアンケートでは、支援の窓口となる行政や幼稚園、保育園においても知識や理解が不十分だと感じるコメントが寄せられており、行政や地域の支援について不十分だと感じることはありますかという質問に対しても、約6割がよくある、時々あると答えていました。低出生体重児は出生後にも医療的ケアが必要となる場合も多く、また発育発達の遅延や障害、成人後も含めた健康にかかるリスクが大きいことが指摘されています。そのため保護者は出生直後、退院後、乳児期、幼児期、学齢期といったライフステージごとに健康や障害、発育、発達、学習などさまざまな不安を抱えたり、育児上の困難を抱えたりしやすい傾向にあると言われています。保護者の方の声も参考にしていただき、安心して子育てができるよう支援のほどよろしくお願いいたします。質問事項3のマザーズルームについて、それぞれご答弁ありがとうございました。小学校においては現在個別で使用ができるよう工夫して活用しているとのこと、了解いたしました。学校教諭の現場では長時間労働が問題視され、なり手の確保が課題との指摘もあり、授業を終えた後もクラブ活動の対応に追われます。昨年12月にマザーズルームを導入した君津市の石井市長には、教育現場でも働き方改革が進んでいる、子育てしながら働くのにリフレッシュできるのは働きやすさにつながると述べており、君津市では共済組合の負担金50万円を活用し、市の負担がほぼ発生しない範囲でエアコンやソファーベッドなどの備品を購入されたそうです。現在のパーテーションやカーテンだけでは誰が利用しているかわからないので、今後は利用者のプライバシーに配慮していただき、共済組合の支援も視野に入れ、ご答弁にもありましたように他市の事例も参考にし、
教職員の職場環境の改善に向けて取り組んでいただきますよう要望いたします。保育所に関しまして、今後の改善に向けニーズを把握するための調査の実施、また休憩室をマザーズルーム専用とする時間帯を設けるなど運営方法を検討していただけるとのこと、大変前向きなご答弁ありがとうございます。現在は保育士が不足していると聞き及んでおり、結婚出産後の職場復帰も少ないことも耳にしました。全国的に見て保育所にマザーズルームを導入している自治体はまだございません。保育士の方が松戸市で働いてよかったと感じてもらえるよう、全国初の導入に向けて前向きに検討していただけるよう要望いたします。最後に質問事項2の括弧1、おむつのサブスクについて、大変丁寧なご答弁ありがとうございました。これまでにもおむつのサブスクの導入を検討されたとありましたが、全国的に年々おむつのサブスクを導入している自治体が増えてきています。浦安市に問い合わせてみたところ、保護者の方はおむつの利用枚数を気にしなくてよい、名前の記入をしなくてよくなったので助かる、はじめはメーカーを気にしていたが利便性の方が高く気にしなくなったとの声があり、保育士の方からは個別に分ける必要がなくなり助かる、名前の記載がないため履かせ間違いが防げる、延長保育の時部屋の移動があるのでいちいち持っていかなくてもいいなどの声があり、ご答弁にありました課題点として登園数が少ない月は前月末に園に伝えればストップすることが可能とのことです。君津市では実証実験に参加した保護者の方からの意見は、おむつの持ち込みがなくなったことで負担が減ったと感じると答えた保護者は 89% でした。新しく何かを導入するときはメリットデメリットはつきものですが、共働き世帯が増加している現在、保護者の方の利便性の向上や保育士の就労環境の改善が必要と考えます。先日人口50万人に到達し、その50万人目の届けでは女の子の出生届けでした。記念すべき50万人目の女の子をはじめ、これから通園するお子様が保育所に行ったとき、そのご家族が松戸市で子育てをしていてよかったと感じていただけるよう、再度前向きに検討していただきたく要望といたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。